はい、こんにちは。トルーパーズの山中です。今日は失礼、US スチール製 M1 ヘルメット、こちらを簡単に紹介いたします。 S&グラフさんの商品ですね。まずスチール製ってな感じで、まず非常に重たいので重量を測ってみましょう。わお、1500グラム。わお、だから 1.5 キロあるんですね。結構重たいです。はい。で、公式の解説によりますと、内棒のプラスチックと外棒の鉄ヘルメットのセットです。線柱の丸みのある M1 の形を再現しています。フリーサイズです。丸みのある形、フリーサイズ。だからこれ S&グラフさんがオリジナルで作られているやつだと思うのですけども、まずストラップ、こちら顎紐ですね。これがカーキ色のがまず1本ついていて、これこんなバンド、多分これね、こっちにこんな感じでつけとくやつじゃないですかね。なんかわざとらしくこんな感じですよ。こんな感じね。はい、イケメンはいいですね。はい、そんなこんなで、こちらメッシュのこういった、カバーついてますね。これはだから外せます。外しましょう。お、すごい。ザラザラです。はい、坊主です。はい、そんな感じで、二重になってるわけですね。はい、あれ、ね、貸してあげるよ、これ僕も。そうやって使うもんではないと思うんですけど、そう、ちゃんとね、だから外側で、内側の方はよいしょと、構造としてはこんな感じで、分かりますかね、こちらの方のこれか、この辺で調整ができそうです。はい、この、頭のサイズに合わせて。そうですね。で、一応このように突っ張らせれば突っ張らせるだけ、頭浮かせることができるので、衝撃も少ないと。衝撃って何のだって。かっこいいですよね。はい、そんな感じで。だから、ここを、こちらの金具を使ってですね、若干これが調整できるはずなので、短くして、ちょっとやってみようか。よいしょと、よいしょ。これの後にできたのがフリッツヘルメットっていうやつなんじゃないですかね。そうです、 M1 ヘルメット。結構だ、これをつけることで、これもうちょっとギュ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 やってくれてですね、こうやってアウターとインナーっていうんですか、この2つのヘルメット、これをしっかりと固定しとくんじゃないですかね。はい、こうやって使っていたんじゃないかと。ではつけてみましょう。よいしょ、よいしょ。かっこ悪いね。ピシッと押さえるとか押さえないとかっこ悪いですね。はい、で、こんなんで顎ひももちゃんって、そうそう、こんな、ですね、引っ掛けるタイプですね。わかります？こんな感じのシンプルな引っ掛けるタイプで、調整もしっかりとここでできますよと。はい、そんな感じでしょうか。難しい、すいませんね、グダグダで。よいしょ、こうしといて、そして紐をつけて、チンストラップとか言うんですかね、これ確か。ちょっと若干緩いですけど、はい、こんな感じ。
チールの音がします。スチールの音。はい、ということで簡単ではありますが、S& グラフ US スチール製 M1 ヘルメット、下の方にリンクを貼っておきますので、なんだろうな、ご検討いただけると幸いです。はい、じゃあありがとうございました。